今回のハウトゥーナビはコルクボードで作るカレンダーの作り方を紹介します。はじめに材料と道具の確認を行います。使用するのはコルクボード小判35個、小鋲35本、豆マップピン4本、ハサミ、糊、印字用紙です。あらかじめパソコンで作成した印字用紙を小判のサイズに合わせてカットします。カットした印字用紙を小判へ糊で貼り付けます。小鋲を画面のボードの位置に差し込み、そこへ小判をセットします。カレンダーをピンで4箇所固定し完成です。いかがでしたか？コルクボードで作るカレンダーの作り方、ぜひチャレンジしてみてください。